ここでは立ち目かがり押さえ G を使った立ち目かがりをご紹介します。押さえの交換は針上下スイッチで針を上げ電源を切ります。押さえレバーを上げ、押さえホルダー後ろ側の黒いボタンを押して押さえを外し、押さえホルダーの溝と押さえのピンが合う位置に押さえを置き、押さえレバーをゆっくり下げて取り付けます。電源を入れ、液晶画面で立ち目かがりの模様を選択します。布端が押さえのガイドに合うようにセットし、押さえのガイドに沿って立ち目かがりをしていきます。